昨日の代表質問でもルールを無視した暴走する泉健太を見て、こいつも山本太郎と同じかと思ったのですが、どうも頭がおかしいらしい、健太ちゃんは。皆さん、こんにちは、ハンニャです。本日は2022年10月6日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、ダダっ子かよ、ということになります。 この動画では安倍元総理の追悼演説について泉健太がまたおかしなことを言ってる様子を見ておこうと思いますので最後までお楽しみくださいまた泉健太の言動に不安を覚えた方はぜひチャンネル登録・高評価をお願いしますでは今回の目次はこちらです では、こちらをご覧ください。こちらは、朝日新聞10月5日の記事ですね。見出しは。安倍氏の追悼演説、立憲野田元首相に打診へ。自民党が最終調整ですね。 まあ、そりゃそうなりそうだって思ってたよ。では中身も見ておきましょう。以下、一部引用です。安倍晋三元首相への国会でのツイート演説について、自民党はつ日、立憲民主党最高顧問の野田義彦元首相に打診すべく最終調整に入った。自民の甘利明前幹事長が演説する方向だったが、与野党から反発が出ていたため方針を転換する。複数の与野党関係者が明らかにした。 首相や首相経験者へのツイート演説は、野党第一党の党首級や首相経験者が行ってきた関連もあり、野田氏が適任と判断した。すでに水面下で調整が進んでおり、野田氏は打診があれば前向きに検討する意向を示しているという、いか略。以上ですね。で、以前もご紹介したんですが、そもそもツイート演説は、院で行うものなんですよね。 で、基本的に自民党の首相経験者のツイート演説は、野党第一党の首相経験者や党首が行うことが、関連っちゃ関連なんですよね。とはいえ、おぼちさんへのツイート演説は、本来は鳩多山幸雄氏が行うはずだったものの、遺族の反対によって変わったというふうな話もあったりして、慣例は若干崩れてはいるんですが。 とはいえ、遺族からの要望だったとか言われましたが、安倍さんのツイート演説に甘利さんがやるとなると、自民党による自民党のためのツイート演説になってしまい、衆議院としてツイートの意を示すということができなくなるのではという話も出ていたんですよね。甘利さんがツイート演説の候補に名前が出た時に。 しかし、そこで飛び出したのが、甘利さんの安倍派に対するイラン発言。甘利氏が、安倍派には誰一人としてカリスマ性がないという発言をメルマガでしたんですよね。そのために、安倍派を馬鹿にした人間が、安倍元総理の追悼演説をするのか、と大問題に。結局、野党からは、そもそも自民党の議員が追悼演説をすることに反発が起こり、自民党側からは、安倍派の反発などがあって、甘利氏の追悼演説はおじゃんになってしまった。 そして当時から野田元総理が追悼演説にふさわしいのではという声もあったんですよね。貫禄的にも元総理で十分だし。そして9月27日に行われた国葬儀にも、まあ国葬儀の開催手続きそのものには問題があると言いながらも、立憲民主党の意向にある意味反して国葬儀に野田元総理は参列された。ということで野田元総理に正式に追悼演説の打診がなされようとしているということでしょうね。 で、まあ、ここまでの話でわかるように、野田元総理の追悼演説というのは結構妥当なものとして私も考えてますよ。ただ、ここで、おかしなことを言う人が出てきたんですよね。 そう。立憲民主党の代表、泉健太氏ですね。では、こちらをご覧ください。こちらは日刊スポーツ10月5日の記事ですね。見出しは。自民、後安倍晋三元首相へのツイート演説を立民、野田義彦元首相に打診。泉健太代表は不快感示す。ですね。えぇ、ー、泉健太、何してるねでは、中身も見ておきましょう。以下、一部引用です。 自民党は5日、臨時国会中に予定している、後安倍晋三元首相へのツイート演説を、立憲民主党の野田義彦元首相に要請する方向で調整に入った。 野田氏への出しについて、立民の泉健太代表は、岸田政権の延命のためだとか、批判を回避するため、和らげるために、我が党所属の国会議員を利用しようとするのであれば大きな間違い。そんなことのために野田元総理はいるんじゃないと不快感を示した。以上ですね。えっと、こいつ何言ってるの <laughs> いやいや、ツイート演説はしなくちゃいけないじゃないですか。突然、今、与党が揉めてるから。 政権が揉めてるから追悼演説はしないとか、そういうことはありえない。そして、じゃあ誰にお願いしましょうか、ということで、野田元総理にお願いしましょう、ということになった。それに対して、岸田政権の延命のためだとか、批判を回避するため、和らげるために、我が党所属の国会議員を利用しようとするのであれば、大きな間違い。そんなことのために野田元総理はいるんじゃない。 いやいや、別に野田さんにお願いして、どうやって批判を回避したり、和らげたりできるんだよと。頭おかしいんじゃねそれに先ほども言いましたが、あまりさんがツイート演説をしようとしてた頃、立憲だって、俺にやらせろって言ってたやんか。こちらは7月26日の産経新聞の引用になりますが、記事には、ツイート演説は他党の議員が行うのが通例だ。 自民党のための追悼演説なのかと言わざるを得ない。再考してもらわなければならない。通常で言えば野党第一党である立憲民主党から追悼演説者が出たのではないか。選ばれる方が政治と金をめぐる問題のあるあまりしだとすれば、何重もの意味で個人の弔い方としては良くない。などと、当時の西村千奈美幹事長の言葉が書いてありますよ。まあ正直、当時は、 安倍さんに対して立憲から評価が分かれていると言いながら安倍バッシングがひどかったですからそんなに文句を言いながら追悼演説をしたいってお前は何を言ってるんだと思いましたけどね。で、この度立憲議員にお願いしたら今度は泉健太代表がまた不満たらたら。いやいや、与党批判に追悼演説を利用してるだけだろう泉健太は。 じゃあ、泉健太どうしろと。追悼演説を持った後にしろって言うんですかでも、泉健太の言い方だったら、岸田政権の支持率が上がるまで追悼演説を待てってことになるぞ。アホかと。てか、繰り返しになるけど、支持率がたった消費税未満政党の立憲民主党を利用したところで、岸田政権にプラスはないぞ。 岸田内閣の支持率はどんどん下がってはいるものの、自民党の支持率が影響を受けたり、立憲の支持率が伸びている世論調査はかなり少数派だぞと。そんな状況で、私たちを利用しないでーって、自分のことを価値があると思いすぎだわ。 にしても、本当に泉健太の発言は意味不明ですね。まあ、小渕さんの時に慣例がやや破れているので、なんだったら、日本維新の会や国民民主党の党首に頼んでもいいんですよね。こうなったら。私は正直言って貫禄というか、やはり馬場さんや玉木さんではツイート演説をするのは微妙かなと思ってますが、こんな調子ならそうせざるを得ないということですか泉さん、マジで野党第一党の党首として微妙すぎるわ。 最初に触れましたが、代表質問では、議会において議会進行する権限しかなく、自分のことを語ることができない細田衆院議長に対して話しかけて答弁を求めるような真似をする。これって令和新選組の山本太郎代表の手口だよ。ルールを無視して、目立つ行動をして自分たちへの支持を増やそうとする。やばいよ、泉健太は。 今回の追悼演説についての野田元総理への打診についても意味不明な発言を繰り返す泉健太。もはや、マジでやめた方がいいと思うよ。立憲の代表は。それとも、マジで立憲を破壊しようとしてるのか。何にせよ、やってることが本当に意味不明で困ってしまいますわ。まあね、立憲民主党は今内部がかなりね、乱れていて、時期に何か選挙の結果とか出た際にね、 泉健太代表が責任を取って崩壊するんじゃないのかなと思ったりもしてますけども、本当にこのツイート演説の件に関しても、泉健太は情けないと思ったんですけども、皆さんはどんなふうな感想を持たれたでしょうかぜひともね、皆さんの感想をコメント欄で教えてくださいね。では、ぜひともチャンネル登録、高評価もお待ちしております。次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。